一つ、盗まれて難儀する者へは手を出すまじきこと。一つ、勤めするとき人を殺傷せぬこと。一つ、女を手ごめにせぬこと。これにて要塞の角五郎は隠居、要塞の二代目はせがれ角右衛門に引き継がれましてございます。おめでとうございます。おめでとうございます。口の合うの平十郎さんで、今日はわざわざありがとうございます。二代目に引き合わせておきたい者がおりまして。おい、すなろく。うちの若い者ですが、お見知りおきを。名草のすなろくと申します。角右衛門でございます。以後よろしく。角五郎殿、何か一言ないかい。関戸の大松殿、口の輪の平十郎殿、岩船の源蔵殿、唐紙の義兵殿、早手の万次郎殿、今日はわざわざ駆けつけてくれてありがとうよ。礼を言うぜ。二代目角右衛門はまだまだ未熟者、皆様方にはよろしゅうお引き立てのほどお頼申します。どうかよろしくお願い申し上げます。名草の綱六さん。え、口のあの平次郎殿から預かったが、一旦預かったからにゃ夜兎の流儀を守ってもらわにゃならねえよ。分かっております。ああ、
配しなさんな。お前さん方には手出しはしねえよ。金を、あの金を取られたらこの先どう。俺ら洋さんにはな、根こそぎ盗み取るような悪にはしに、少しは残してあるから、飢えて死ぬ気づきはいらねえよ。どうしてうちを。今のこの世の中な、今日の飯にもありつけねえ貧乏人もいるんだぜ。それに引き、蔵には金のうなる飽きんどもいなさる。そんなお人を太らした金の中にはな、悪せく働いた百姓町人から吸い上げた金もあるはずで、それを俺ら取り消すだけのことで。そんな手前勝手だ。盗っ人にも三分の利だよ。天下が徳川将軍のものとなって200年近くを経たこの時代、武家はどこも財政逼迫にあえぎ、さらに天変地異の災害で社会は疲弊し、百姓町人の困窮は長引いていた。それによって犯罪も激増し、奉行所とは別に火付盗賊改め方という役職が設けられ、反乱する盗賊の探索、召し取りに奔走することになった。にもかかわらず、盗賊が姿を消すことはなかった。夜うさぎの角右衛門も依然闇の世界で生き残っていたのである。明けましておめでとうございます。おめでとう。おめでとう。今年でおえはいくつだ。お父っつぁんたらもうとうよ。そうか、とうか。はい。ん、なんだ、うさぎか。あげる。お、ありがとうよ。おっかさんにはこれ。まあ、ありがとう。あやちゃん、おしずちゃんだ。今年はうさぎ年だね。俺も40を超えたよ。そうだね。よくもまあ今まで生き延びてきたもんだ。直し、俺もどうやら畳の上で往生できそうだな。ぜひともそうあってほしいもんですよ。信じらんねえ。何がです。こうしてさ、女房娘と一緒に正月を祝えるってのがさ。ごめんなさいよ。はい。先代がお呼びだよ。親父、伏せってるって。あのね、師走の中頃からどこも行けないんだよ。まあそうならそうと言ってくれよかったよ。そんなことあんたいちいち知らせろってよ。お人じゃないじゃないか。二代目ですよ。あ、来たか。
無理しちゃいけねえで。ああ、味噌じゃあるめえし、いつも寝かされてたんじゃかなわねえや。開けといてくれ。今日は何か用でもあったんで？いや、わざわざ呼ぶほどのことじゃなかったんだが、俺もどうやらそう長くはなさそうだ。今のうちにもう一遍言っておきてえことは。そんな弱音は吐かねえでもらいてえな。俺がこうして畳の上で死ねるのも三つの戒めを固く守ってきたからだ。それを守れねえ奴は天道に背くことになるから召し取られるのがオチだ。お目についちゃ安心だ。子分もすることに間違いはねえが、若え者にはよくよく気をつけることだ。もしも子分たちが掟を破った時、そいつはおめえ一人の肩に背負っていかなくちゃいけねえ。背負ってと？おめえ一人潔く名乗り出てお縄につくこった。それほどの決心がなくちゃ、夜兎の看板背負ってお勤めなんかしちゃならねえんだ。わかりました。久しぶりに喋ったらもう眠たくなっちまった。女房子は変わりねえな。泣かすんじゃねえぞ。安心しつくね。さん、先代の後を追うようにお行きなすったね。本当におっかさんがさ、死ぬ間際に言うんだよ。なんて？俺が死んだら角右衛門に教えてやれって言われたそうだ。俺はみなしごだったって。そうだったのかい。らしいや。もしおかみさんが多いじゃなかったら、あっしが教えてたかもしれねえ。とっつぁん知ってたのかい。そりゃけどな、どっちにしたって俺の二親、この二人を置いて他にはいねえや。そうだろとっつぁん。ええ、そうですとも。さあ、あいにくの雪だな。京橋大根菓子の長坂屋、そろそろ手をつけようじゃねえか。え？いつおやりなさるおつもりで？来年元日の夜。いや、二代目さあ、ことを急ぐと危ねえですね。戸築城あるわね。ですが相手は大店だ。念には念を入れて台所にも一味を入り込ませた方が好きがね。それにはもう少し歳月をかけねえと。一味といったって人がいねえやな。そのことですよ。今江戸には美之助ら5人、そのどいつもが大棚に入れるような玉じゃねえや。
先代が若山によく言ってなすった。道を歩いててもぼんやりするんじゃねえ。歩いている人の姿形をよく覚えておくんだ。いざとなった時、坊主にでもおたな者にでも、ある時はお武家にも化けなきゃならねえとね。俺も言われたよ二代目。しつけ盗賊あるため方の長谷川平蔵のことをお耳にしておいででしょ。ああ、鬼の平蔵とか言われて亭主とは切れ者らしいな。ええ、この夜月の間にお名前にした盗賊が14、15人っていうから驚くじゃありませんか。二代目、こたびのお勤めは気を緩めと危ねえです。何も来年元日と日を決めねえでも。いや、日を決めねえじゃ支度ができねえ。はあ、それはそうです。すまねえ。何か探し物ですか。お棚のお金をなくしました。いくらで。45両。それは大元だ。ここで帳面つけてて、その時浮き忘れたのか、あれが見つからなかったら私はもう。おいおい、もしお前さん、いるごろここでこれ落とし忘れなすったら。取ったな。何を言いなされ。中のもの取るくらいならこうして半時も落とし主を待つもんか。調べなよ。確かにある。ありがとうございます。片付けでもございます。ありがとうございます。おめさん、早くしまわねえとまたどっかに金が飛んでっちまうよ。あの、もしおこまさん、せめてお名前だけでも。とても名乗るようなお人じゃねえよ。でもあなたは、いいから早く金持ってお棚に帰るこったな。ありがとう。なんだい。お前さん、いいことをしなすったね。いたのかい。なんとまあ大したお人が世の中にはいるもんだと感心して見ていたよ。俺をつけてきたのか。あ、拾い物の中からビタ一もくすねちゃいないよ。分かってるよ。じゃあ何なんだい。いや、どうして追いかけたのか私にもだ。いや、私はその、こんな私を買おうとでもいいかい。いやいや、違うんだ。そうじゃねえんだ。おめえさんの気持ちがたまらなくいいもんだから、その一緒に飯を食いたくなったんだ。お断りだ。なあ、
頼むから付き合ってくれよ。わけのわからないお人となんか気味が悪いね。そう言わねえで。お方違いだよ。近くになうまいものを食わせる店があるんだ。魚なんかどうだい、うなぎとか。うなぎ嫌かい。ちょいと。ああ、いいんだ。それだ。え？それ？お前さん、うなぎはかば焼きでよかったんかい。そうかい。だが、お前さんがうなぎが好きなようだからよかったよ。ここはね、なかなかいけるんだよ。ふかふかの身がいいという人もいれば、固く焼いた方がいいという人もいる。中にはタレなんぞつけずに白焼きにしてわさび醤油で食べるのがいいというのもいる。お前さん、かば焼きが好きかい。うなぎが好きなんじゃないんです。ん？好きだか嫌いだか生まれてこなかった。まだ食べたことが。うなぎをね、焼いてんのは何でも見たことあるし、匂いも嗅ぎましたけど、だから死ぬまでにどうしても一度食べてみたい。食べずに死ねるかって。ちょっとそうかい。美味しいんだってね、うなぎは。うん、そりゃ美味しいよ。失礼します。どうかい。一杯だけ。飲みなよ。いいから飲みね。さっきだが、あんな大金拾って変な気を起こさなかったかい。いや、私だったら返さなかった。でも、うん、でも私らみたいなもんは人様のお余りいただいて生きてんですよ。だから世の中には義理があるんだ。うん。笑っちゃいけませんよ旦那。なんで。人間
ちるとこまで落ちてしまっても、なんかこう胸の中に頼るもんが欲しいんだね。頼るものね。まあ言ってみれば看板みたいなもんさ。看板？人間誰しも看板かけていますわね。旦那のお隣もござんしょう。うん。私らみたいなもんがかけてる看板は広いもん返すってことなんですよ。そうか。せめてその看板の一つもかけてないことにはこんな商売しちゃいけないもんね。お待たせしました。お上がり。どうした？どうしたね？大丈夫か？うなぎってこんなに美味しいもんだったんですね。美味しかったか。そりゃよかった。私はうなぎを食べて食べましたよ。これも食べ。うん、いいのか。いいと思う。おめさん、いくつになるね。うん、26。そうは見えないって旦那思ってるね。50にも60にも見えるんだろ。いや、そんなにゃ。たった7年で私はこんなになっちまったよ。おじさん、その右の腕どうしなすった？切り落とされたんですよ。切られた？7年前にね。しかし切り落とされたってな。昔、駿河でね。おじさん、駿河か。お城下の大和屋って大きな紙問屋に奉公してたよ。7年前の暮れ、忘れもしない28日、泥棒が7、8に押し込んだんだ。私はちょうど川屋行ってて、縛られずに住んで、で、なんとか知らせなくちゃって裏口から抜け出した途端、見張りに見つかって。酒が降っていい。
きやがったか。腕と背中も。旦那。おめえよく生きてたね。生きててよかったのかどうか、片腕しかない飯炊き女なんてどこも雇ってくれませんでした。身寄りはねえのかい。身寄りね、身寄りなんぞあんなもん欲しくありませんよ。あんなもん女さん、うなぎって本当に美味しいものなんだね。7年目、駿河のお勤めの時の見張りは確か、お、名草の綱六、口縄の平次郎に頼まれて預かった男ですよ。あいつか。さいです。あいつやっぱりむごいところのあるやつだったか。しかしあのお勤めの時にそんなことがありましたか。とっさん、名草の綱六の居所を知りて。ようがす。ここに名前は知らないが、右腕のない女がいるはずなんだが。お甲かい。お甲さんっていうのかい。お甲はゆんべ死んだよ。なんだって。明け方あそこの鳥居にぶら下がってやがった。何があったんだ。何か塞ぎ込むことでも。とんでもない、その逆さ。ふとした縁で見ず知らずのどっかの旦那に出会い、生まれて初めてうなぎを食べた。そのうなぎの美味しかったのなんだって。まるで極楽浄土とやらにいるような心持ちでね。おまけに一両もいただいた。さあみんな今夜は思いっきり飲んでくれ。とはどういう。昔の女かい。もう二度とこんな楽しい嬉しい思いはできまいね。おいしいよ。あ、そうかい。ゆっくり食べな。あ、ありがとう。おお、並べ。今日限り俺のことは
死んだと思ってくれ。だってさ、捕まるんならまたしもわざわざ名乗り出ることはないじゃないか。実の親を知らねえ俺にはこの人並みの暮らしがどれだけありがたかったか。その俺がこう決めたんだ。よっぽどのことと了見してくれ。いやだよ。おしい、おめえもヨウサギの二代目の女房だ。こういう覚悟はしていたんじゃねえのか。この店は先代から譲り受けたもんだ。この先はおめえ一人で切り盛りしてくんだぜ。待って。おえの顔を。おえのことは頼んだぜ。それじゃこれでお別れで。何の関わりもねえ女の腕を切り落としやがった。先代譲りの掟を手下が破ったんだ。とっつぁん、ヨウサギの隠れ門は盗っ人の面汚しになっちまったよ。綱六のことだが、とっつぁんに頼みて。よし、見つけ出して腕叩き切ってやるやしょ。腕よりいっそやっちめな。あの野郎を生かしておいちゃ何をするか。こんな時は何と言えばいいのか。とっさん、長生きしてくれ。
何か用かい？角右衛門、お前この間から長谷川様に話があると言っているそうだが。え、是非にもお尋ねしたいことが。お前のことは俺に任せるとお頭の言いつけでな。それでのこのこ面を見せに来たってわけだ。あの与力の鮫島様だ。何を尋ねたい？はい、そのお調べの後いつ貼り付け獄門にかけられるかと思いながら牢に入ってもう一月以上。これは一体どういうことかと。お前そんなに早く死にたいか？いえ、ただ首をはねられる覚悟をしてまいりましたんで。それがこういつまでも日が経ちますとどうなっているのかと。お前が名乗り出たのは首相だったがなあ、要塞の角右衛門。え、お調べの時にお前が言った言い草がちょいとばかり気に食わねえ。お前の手下に右腕を切り落とされた女の話をしたな。え、その女が言った看板の話もした。え、その女にも看板があるように人間誰しも看板がある、そうも言ったな。人を殺傷せぬことが要塞の盗賊としての看板だったとも言った。さようで。その看板を汚した、だから名乗り出たとも言った。申しました。だがな、その女の看板とおめえの看板とじゃだいぶに違うぜ。おめえが背負っている看板はただの見栄だよ。生きがっているだけの飾りなんだよ。わからねえか？わかりません。そうかい、わからねえかい。その看板を怪我した、だから名乗り出たとは言うが、それだってよ、ああさすがヨウサギだ、見事な覚悟だと盗人仲間に向かって見栄を張ってるだけのこった。その女の看板とおめえのそれとじゃ大きな違いがあるってことをわからぬやつをあの世に送ってもおめえ一人がいい気になるだけのこった。その違いが分かるまでじっくりと考えることだな。それが分かったらおめえのその首はねてやる。しばらくはおとなしくしておれ。
け盗賊改め長谷川平蔵の提言によって、隅田川河口の石川島に人足寄せ場が作られたのは完成2年のことである。人足寄せ場には押し込み人殺しなどより軽い刑罰を受けた者や無宿人が送り込まれた。ここには細工小屋があり、手に覚えのある者はここで仕事をし、手に技のない者は油絞りや石灰作り、また石や土の運搬など労働に従事させた。人足のうち更生したと認められたり身元引受人が現れたりした者は、積み立てた賃金を受け取って出ることができた。百姓には土地を、江戸生まれの者には店を持たせるという規定もあった。小石川養生所ってところなら銭やらいらねえそうだ。いいえ、それよりよ、せがれの行方まだわからねえかい。うん、そうだね。せがれが身元を引き受けになってくれりゃここを出られるんだ。そのうちに見つかるよ。どうしたい？突き手がウサギが餅を作ってな。本当かい？こうやって
欲に駆られて盗みを重ねてきたんだな。盗んでも盗んでも結局残ったもな何にも、うん、刑事向かい、うん、挙句の果てはこのためだ。俺はこのまま死ぬよ。せがれが迎えに来るんだろう。それまではもういい。俺はよ今すっきりしてんだ。心持ちかなんかこう未練もね余計な飾り物が取れちまったよ。妙に身軽になっちまったんだ。身も心も。そうかい。いいね。身軽ってな。ええ。どうぞさ。飾り物が取れちまってよ、うん、妙に身軽になっちまったんだ。身も心も、うん、ごちそうさん。うなぎって本当に美味しいものなんだね。おめえ死ぬまで盗蔵の面倒を見たそうだな。盗蔵さん、せがれが来るのを待ってましたが。せがれはいねえよ。昔はいたらしいがな、20年も前に女房子供に愛想つかされて逃げられて以来、盗蔵は一人だ。でもあいつは待っていたんだな。気もしねえせがれを待つことだけが盗蔵の生きがいだったんだろう。かわいそうなやつだ。
何を泣く。鮫島様、どうか私の首をはねてくださいまし。私の看板とお幸という女の看板との違いがほんの少し分かったような気がします。東蔵さんも死ぬ間際に言いなすった。身軽がいいね。飾りも見えもない、ありのままの姿が楽だって。そうか、よう分かってくれた。今までどこに行ってたんです？以前に半月ばかりいて、江戸に帰るのは堅論だからそのまま上方に一年ばかり。よく戻っておいでだね。おかみさん、二代目のその後は？それが行方が一向に知れないんだよ。火付盗賊改め方に名乗り出たら、これはもう張り付けか打ち首って言うだろう。死罪ともなれば江戸中に知れ渡るはずが、その噂もないんだよ。一年も経つっていうのにどういうことだろうね。知れねえよ。じゃあ名乗り出たんじゃないんだね。いいや、名乗り出たからどこかで。だってさ、手蔵さん、俺はもう二代目にもおかみさんにもこの世で歩めるな。誰か具合の悪い者いねえか。今のところは
さん、吉松がここを出られるらしい。ああ、身元引き受人が現れた。書くぞ。また大取り物があるかもしれない。なぜだ。同心の伊田様が角蔵さんに会いに来た後は必ずしつけ盗賊改め方が動くんだ。噂じゃあの角蔵さんも以前は盗っ人だったらしいぜ。はあ、それが今じゃ犬か。実はな、長谷川様が人足寄せ場の任から外れることになられた。するとここは新たに寄せ場奉行の支配だ。それでまあお前のこの先のことなんだが、ここを出てどっかに小さな店でも持ったらどうだ。ありがたいお話でございますが、私はここで十分でございます。シャバに未練など。そうなるとわしらがここへ出向くわけにもいかなくなるのだ。俺たちはまだお前の力が欲しいんだよ。世の中の悪党どもを掃除するには1年や2年じゃ済まねえと長谷川様は申される。世の中の裏の闇に通じる迷路を歩くにはその道に通じる者がいてくれねえと困るんだよ。さっきなんで俺から逃げた。こうして二代目が生きておいでなすったってことは、しつけ盗賊を改め方の手先になんなすったとしか。岩船の現像、唐紙の芸、このとこお縄になった顔ぶれを見る。先代、そして二代目に近しかった盗賊が目立ちやすからね。二代目、しつけ盗賊改め方に仲間を売りやしたね。とっさん、言い訳なんか聞きたくねえ。三年ほど人足寄せ場にいたんだよ。そこで俺が背負っていた白波の看板ってものが
どれだけ軽いもんだったか、つくづく思い知らされた。ヨセバにはそんな看板を背負った連中がゴロゴロしてたよ。逃げ損ねて浅ましくも泣きわめくやつもいた。俺もそいつと同じだったんだよ。盗賊なんざ人間のクズだ。てめえの弱さや浅ましさを隠すために看板上げて見え張って生きがってとことん落ちて追い詰められたらあっさり剥がれちまうような弱な看板を背負ってたんだよ。だがあの女のお香の看板だけは剥がしようのねえ人の真心の看板だった。だからそれを教えてくだすった火付盗賊改め方のお役人のために。勘弁したね。No. お客さん姉さん、へちょいと聞くがね、へこの川越で大店と言ったらどこだろうね。そうだね、酒屋さん、キート屋さん、いろいろあるからね、うん、両替の武蔵屋さんなんて大きいよ。そうか、ありがとう。へその野郎、大
店は何というとこだなんて。まさかご同業じゃ。行き先は川本って旗子で。そうだね。稲刈りも済んで一段落ですからね。ああ。お祭りが楽しみで田んぼ手伝ったようなもんだよ。うん。お前さん、在所は近いのかい？私は飯能。おお。親はいるのかい？ううん。二親ともちょっと前に。そうか。年はいくつで？17。マジか。誰と？いや、お客さん江戸でしょ。ああ。だと思った。夜店も出てんのかい？そりゃ出てます。行っておいでなさいまし。祭りも久しく行ってねえな。ちょいと、おえ。はい。お兄さん、おえっていうのかい？ええ、すいません、ちょっと。はい。おお、うさぎか。あげる。おえ。お客さんを訪ねてお人が。名はなんと？平十郎とか。もういいよ。やっぱり妖怪の二代目か。いや、古文が気になる奴がこの川越をうろついてるなんて言うからね。人相風体聞いてみたら二代目によく似てるからよ。うん、水臭いことはなしだぜ。ヨウサギの先代からの付き合いじゃねえか。どういうこって？川越に来た訳を聞こうか。秩父の三峰山に参る途中ですよ。嘘はいけねえよ二代目。お前さんがどこかの大棚に狙いをつけてるってことは分かってるんだ。探ってんだろ。そりゃ癖だよ、昔からの。どうだい、手を組まねえか。口なの。こっちはもう目星はつけてあるんで。断らしてもらいていい。俺はしばらくお勤めから遠ざかってるんでね。頼むよ。二代目と組めりゃ百人力なんだがな。参ったね。頼むよ。鮫島様。角右衛門は何と？
口のあの平十郎につなぎをつけた。そりゃ隠れ門は昔口のあの平十郎とは吉見を通じた仲だ。あいつには辛い思いをさせた。支度を。手勢が整い次第川越に出張る。はっ。あれがヨウサギの。ああ、そうさ。どうしたい。いや、なんだよ、お勤めにおじけづいたか。そうじゃねえよ。何かが引っかかんだよ。いけねえよ。ヨウサギは何だって。角右衛門どっかで見たと思ったら4、5年前石川島の人足寄せ場だよ。あの男その自分から火付盗賊改め方の犬になってたって噂が。何だと。ないか。頭が明日のことでもう少し話を詰めたいって言ってまして、これからご足労願います。分かった。今来ます。ヨウサギの夜分すまなかったな。いや、明日の支度は整ってるよ。川を渡る支度もかい。川を渡んのかい。うん、お前には三途の川を渡ってもらわにゃならねえ。どういうこったい。おめえ寄せ場じゃ角蔵と名乗ってたね。川越に来たのも火付盗賊改め方の差し金だったんだろう。明日のお勤めは売っちゃって逃げることにしたが、おめえの始末だけはしねえとな。
固定。はあ、そう。よくさに、おめえは盗人仲間の裏切り者だ。覚悟するんだな。神妙にしない。苦労をかけたな鮫島様、もうこれぎりにしてください。竹、まだかい？はい、ただいま。なんだ？おい、親父はどうしたい？まだ足が痛いらしくて、店にはちょっと。あ、そうかい。ごあめ、ごねきりあめ、さんちくち、おすすけてんてん。おいじゃあ死ねねえか。盗賊改め方の庭の一角に小さな祠がある。角右衛門の長年の功績と
非業の死を悼んだ長谷川平蔵によって作られたこの祠は、いつの間にか角右衛門稲荷と呼ばれ、平蔵は朝夕手を合わせたと言われている。